はい、タクチャンネルです。ドラゴンボールのゲームね、とうとう始まっちゃいましたね。これ俺ドラゴンボール好きとしてはやらないわけにはいかないわけで、まあ今の時にやってます。でね、ちょうど5個今溜まったんで、ちょっとやってみようと。まあね、俺とりあえずね、あれが欲しい、ビーデルさんが欲しい。すいませんね、アクシブで何でもいいからビーデルさん出ないかな。よし、行くぞ。これね、ガチャの演出もいいですよ。ガシャか、バンダイ的にガシャというらしい。ガチャではなくガシャ。あ、何が出るか。もう全然いいの出ないんだよね。チャオズ？チャオズか。あ、でもパーティーに天津飯いるから一緒に組めば強いかもしんない。うん、まあ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 、もう今の持ってるチームとかひどいよ、本当に。こんなんだからね。マッパは結構好きだけどね。まあ、テンさんがちょっと強いんで、チャオズと多分相性がいいはずなんで、まあ、頑張って育てていこうと思います。ドラゴンボール、ドッカンバトルだっけ？ね、今日火曜日、これを撮ってる日は火曜日なんですけど、火曜日限定で、覚醒メダル。覚醒っていうのはね、多分、パズドラっていうところの進化でね、進化の必要な素材が手に入るみたいな、クエストがあるのでそれだと思います。お、すげえ、スーパーサイヤ人のベジータ羨ましい。ここでようか。ちょっとね、いまいち仕様が分かってないこのゲーム、分かってないなりにやるよ。そうそう、分かってないんでね、コメント欄でいろいろ教えてくれると助かるんですけど。これを見せて気力アップ、それで戦いで有利になると。あのターゲットの場所には止まっちゃいけないんで、ダメージ受けちゃうから、俺がさすりに。あ、こっち行こうかな。よし、敵と戦いだ。このよくわかんないこの色合わせ的なところもあってね、ちょっとあんまりよくわかってないんですけど、これ、まあ、こう色がつながるようになると気力が上がって戦えるようになるよっていうことらしいんですよ。この演出がすごいね、本当にすごいね。スマホでここまでの戦闘シーンが迫力があって、すごい好きな。これはね、こうした方がいいね。まあ、いろいろ理由があるので、こうしました。やってる人には分かるか。悪くないんじゃないですか。あんまり食らないね。もうこっちが結構このクラストをやるには強くなりすぎてるかもしれない。ハードモードでやってもよかったかもしれないな。他にも強気を何かという必要だからね。気力アップ、このクエストやるのはこのアイテムをね、これで進化素材を集めるんで、これが非常に大事な気がしますね。これを集めないとこのクエストやる意味がない。覚醒メダルも上がったぞ。あんまり集まらないで来ちゃったかな。
金メダルなんじゃないかな。あ、いいね。なるほど、このクエストではハテナにも積極的に止まった方がいいかもね。おそらく覚醒みたいなのが出やすいんだと思います。どうしてヤムちゃん、まだね、ブロリーとは出てこないからね、平和のもんですけどね。こうかな、ちょっと気になった。いまいちこのパズルパーティーの仕様があまりわかんないよね。早くやらないんだろうけど、いいね、ラッパー。キャラクターの属性と同じのを消した方が気が溜まりやすいそうです。そういうパズル要素が一つあるっていう感じ。まあ、なんて言ってもこの戦闘シーンがすごいよね、これはちょっと嬉しい、ドラゴンボールファンとして。緑に相性がいいのは 紫のギネなんです。なのでこうして今黄色が手前になるので、黄色属性のナッパーを辛くしてこう、ここはまあいっぱい数を消した方がいいかな。ギネはしっかりしてちょこっと消してギネナッパーいいよ。相性がいいんでガードしてますしね、今銀行は。どこかな、ちょっと色が合ってないから、まあ、なるべく数を消して。天下一武道会でクリリンにワンパンで死んだやつでね、まだそういうなんか、でもそう、そういうなんかさ、ちょい役出てきたキャラクターまで出てくるってところはちょっと嬉しいよね。お参加者というね、はい、この獲得アイテム、これが進化素材になるやつなんですね。あ、上限超えてますね。上がりましたよ。はい、そんな感じで、学生メダル曜日限定クエストをやってみました。終わりです。